中海広報室テトラジ。皆さんこんばんは、レンです。ヨです。ヤリです。サニオスでコスピートです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今日は8月24日です。もうじき9月になります。あと1ヶ月でミオの誕生日です。おめでとう。早いな、18歳って。18歳になるの？18。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。何歳だっけと思って聞いた。17だよ。あ、そっか。どうでしたか、花のセブンティーンは。花のセブンティーンはもうものすごく忙しく駆け抜けていきましたね。どういうことが一番印象に残っていますか？そうだな、なんか高校入りたての1年生はもう本当に分かんなくてあたふたしてたし、うん、今の3年生は本当に進路で忙しいから一番楽しめた、うん、何も考えず、うん、テスト勉強も遊びも、うん、何も気兼ねなくっていうか楽しく何も気にすることなくできたっていうのが一番。なんかさ、やっぱ花の17歳だっけ、花のセブンティーンってさ、それを高校2年生だから一番遊べるから、さっきみおも言ったみたいに、うん、なんか気軽にって言ってたけど、うちもひかりも2月3月じゃん、うん、花のセブンティーンって高校3年生真っ最中なのね。わかる。おかしいよね。もうだから私たちにとっての花は16歳。そうだ、ね、花のセブンティーン。そうそうそう、なんか花のセブンティーン、セブンティーン、花のシックスティーンだけど。そう、花のシックスティーンっていうね。これはでも1月2月と3月の人にしか味わえないです。でも意外となんか多い気もしますけどね、その誕生日。まあね、なんか最近多いよね、うん、そうね。でもまあね、どんな17歳になるんでしょうね、私たちは。ミオにとっても充実した17歳になったということで、残り1ヶ月ですけど、その1ヶ月に17歳のうちにしときたいことはありますか？残りやっときたいこと、うん、うん、そうだな、やっときたいことな、いろいろやらせてもらったからな、この3年間、うん、なんだろうね、やり残したこと。例えばなんかパフェを食べ歩きたいとか、そういう、うん、それは普段からしてるわ。なるほど。結構普段からしてるわ。なんかね、いろいろ高校3年生の間でしょ、うん、高校3年生か17歳になるまで残り1ヶ月。ああ、そういうことか。もうちょっと長く17歳でいたかったんですけど、もうちょっと長く生きたかった17歳で、生きたかった17歳で。まあ誰にでも平等にあるんで、私は何も思い残すことはありません。さすが、まあ、充実してたから ね、 本当に。まあ、いろんな17歳がありますもんね。本当な、まあ、私たちはどんな素敵な16歳の高校生ですよ、ね、16歳だね、16歳、来年だな、ね、そうね、楽しみにしながら、まあね、過ごしていきたいと思います、うんうん、もう来年だし、再来年だよ。来年だね、結構あっという間なんでね、うん、まあ、分かんないことがあったら先輩に聞いてね、まあ、今を大事にしましょう。はい、頑張って楽しく生活していきたいと思います。、はい、ということで今週もテトラジスタート。はい、さっきのオープニングトークで、ミオの誕生日まで残り1ヶ月って言ったじゃん。まあ、ミオの誕生日って言えば9月23、間違えた、4なわけでしょ。うん、間違えられた。ごめん。頭の中では24日だった。オッケー。でも、ラストってイメージが23だから。そうそうそう。だから23だから、なんか残り、本当に1ヶ月っていうので、うん、まあ、私たち、ミオとレンは3年間やってきたわけで。うん、そうだね。光でも1年半ぐらい、約2年、やってきたんですけど、どうですか？初めの頃と今の自分ってどう変わってますか？どう変わって自分が見えますか？自分から見て、なんかここ成長したなとか、なんて言うんだろう、うんうん、ここは変わんないなとか、うん、なんかあるんじゃない？そうだね、私あの最近やっぱ進路のことがすごくこの時期忙しくて、うん、あのなんだろう、まあ、履歴書とかなんかそのなんだろう、あの、うんうんうん、進路行くのに就職でもだったら履歴書で、うん、進学やったらなんか作文とか書かんといけんけど、うん、あるね、その時に結構もう自分を見つめ直して何を書こうっていう機会が多くなったから、うんうんうん、あのなんだろう、自分がどう変わったってなんかすごいわかるなって思う。なんか私が一番変わったのは中学校より人見知りがなくなって初対面の人でも全然話せるようになったし、うんうん、コミュニケーション力すごい上がったと思う、うんうん、でもそうだよね、ミオってそうだよね、本番に強いよね、うんうん、意外とそう。あのこれ裏ネタになるけどさ、裏話それやばいな、国語能力だけは変わってないね。あのね、例えばさ、衣装忘れたいとか多いわけじゃん、うん、多いね、ね、うん、多いね、多いね、衣装も忘れるし、うん、分かる分かる、忘れっぽいってことね、そうそうそう、うんうん、今日の瀬取りなんだっけっていう時もあるし、うんうん、なんだっけっていうか、だいたいその時の書いた、自分瀬取り書いたけど全然覚えてないっていうパターン。あれ何書いたっけとか、もうさっきまで覚えてたのに、そう、何書いてたっけって聞くのはもう思い出そうとしてずにもう、こう、もうなんかさ、聞く。あれ板付きだっけお付きだっけみたいなことあるんだけど、そうそうそう、でもね、そうやって、まあ、やっぱ、この、
ミオは、なんて言うんだろう。うちらからしたミオはもう忘れ物。てか忘れがちな子って思うんだが、こうやって最年長に見え。3回言わないとわかんないみたいな言われるよね。でも、多分みんなから見たらもうすごいしっかり者のミオだと思うね。それは、うん、だけんステージでのミオが全く違う件だと思うの、私は。結構な。もう全然違うよ。物販とステージ全然違う。見せてあげたいもん、自分でも違う。あの、ビデオ撮影してくれるみたいな。そう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 。なんということでしょう、みたいな。だってさ、ほら、こうやってラジオとかで、わーとかさ、うん、いろいろさ、うちらのさ、変なやつをさ、パシって突っ込んでさ、決めてくれるけどさ、うん、逆だからね。いつもね。逆っていう逆ではないけど、ちょっと何忘れてんのみたいな、こっちが突っ込むとかも多いけど、でも逆にステージに入ると、うん、逆に、何、ここ、こうじゃないのみたいな感じで、あ、逆に。それはあるかもね。立場が、いつもに戻るみたいな、普通に考えてほしい、うん。まあ、ステージ担当ということで。そうそう。だから、その、すっごいステージでと、なんか、普段のミオとのギャップのさ、うん、そうだね、あの、意外とノロノロしてるように見えるけど、大阪一番歩くの早いの私やった。そうね、そう一人でなんか突っ走れるからね。ねえ、好きは何軒回ったんだっけ？そんな3軒。どっからどこだったっけ？長堀橋から道頓堀の3軒。ねえ、私たちは大阪に住んでないから分かんないけど、大阪に住んでる人に聞いたら、聞いてみたら、どんだけ距離歩いてんのってことになるんだろうね。そうらしい。もう電車使えてんの。そう、だから、マイペースっていうか、なんて言うんだろう、そのゆっくりの、なんて言うんだろう、そういうイメージもあったんだけど、うんうん、なんか急にね、ピシッってなってね、急にどこ行くか分かんないよね。そう、どこ行くか分かんない。だから、ほんとそこがみんなが見てるミオと私たちが見てるミオの違いかなっていうのがあって。うん、ね、光ってさ、だってさ、光こそなんかさ、なんて言うんだろう。あれしてこれしてみたいな感じでバタバタしてそうなイメージあるけど、案外マイペースだよね。案外マイペース。あ、ぼーっとしてるよね。ぼーっとしてる。だよね。何か言ったら、はーい、みたいな。うん。あ、わかりましたーみたいな、ふわーふわーだけど、ステージなんて、わーわーって言ってるじゃん。うん。だからなんかすごい元気系っていうか、うちが今まで元気とかあったじゃん。でもだんだんこの活動とか、うちらにも慣れてきて、あのね、ま、いろいろ、本心とか見せてくれるようになってきて、わーわーっていうのがあるけど、やっぱ、本番、以外のところはもうふわ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 。まあメンバーが増えたっていうのがあって、ね、そのポジションからレンがなんか逆にマネジメントっていうか、なんかちゃんとしっかりしたい、なんか役割を持ったっていうか、あの役割ね。役割を持ったっていうか。だからそれの影響もあって、あのこっちにキャラクターが映ったから、ね、まあレンも成長できたみたいな、ね、最初の頃こんなね、うん、わーみたいな感じなかったもんね。いや、まあ緊張してたのもあるけど、それはしょうがない。喋、ね、んなかったじゃん。そう、まあ、喋る機会を与えてなかったのかもしれないんだけど、私がいっぱい喋りすぎて、うん、いや、めっちゃ緊張しとった。まあそれも治ってきたもんね。だんだんレンがめっちゃ喋るっていうことじゃなくて入ってきて、そうなんかだんだんね、みんな性格とかも変わってきたんじゃないですか。まあやっぱり3年4年も大きいよね。だけどさ、私多分負けず嫌いは誰、まあ、全く変わってないないと思うんだよ。頑固だね。うん、頑固でしょ。負けず嫌いっていうか、ただの頑固やな。頑固やね。うん。ねえ。うん。頑固だね。なんか具体的なエピソードはないけど頑固だね。頑固だよね、結構。うん、いや、もう、これって言ったらこれみたいな。うん、そういう決めましたね。私はこれがやりたいんですみたいな感じじゃない。うん、いや、うちもね、結構ね、そういうとこあるし。ねえ。本当だわな。あるよね。うん。あやも頑固やったな。あやちゃんもね、ああ見えて頑固で、ね。意外と頑固。そう。コンビニに入るとマイペース。みおはね、頑固っていうか、なんか自分の中で全部抑え込んじゃう感じ。あ、いや、そうでもない。あ、はい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 。なんか全部流すでしょ。もういいわ、みたいな。なんかね、みんながこう留めてるもの、私、ほーいってなんか、あの、ベルトコンベア的な。みんながガーガーガーって言ってて、私もガーって言おうとしてたけど、みんながガーって言ったら、じゃあもういいよ、みたいな。抑えて。ベルトコンベア。いや、抑えてない。でもそのまま流れていくっていうか。妥協とか抑えてるとかじゃなくて、もうベルトコンベア流してる。ベルトコンベアね。あ、その方がなんか自分的にもストレスが溜まらないし、私が言い返してみんながストレス溜まることもないし、みたいな。あ、ベルトコンベアさせる、ね。そういうこと。ああ、まあいいや、これで一回やってみてダメだったら私の意見推奨してもらおう、みたいな。なるほど、なるほど。でもさ、そういうキャラだからこそ、なんかこのメンバーで成り立ってるっていうか、だってこれが逆に、前も言ってるけど、ね、同じキャラが3人いてみんな疲れるよ、みんな。うん、結構言ってる。だって、レンが3人とか光が3人も、偉いもん。私そろそろベルトコンベアで流せなくなる。それこそ流せない。逆にミオが3人だったらどうなるんだろうね。そうだね。忘れ物ばっかりだよ。多分1年足らずで崩壊してる。だからこそ、こうやって出会えたね。金子みすずさんみたいな。みんな違ってみんないみたいな。そう。でもね、面白いと思うんですけど、誰、着信を。ちょっと待って。ラジオに聞いた、ちょっと聞いた、はい、聞いてね、今日、面白いハプニングがあって。ね、何、携帯変えた？聞いて。ウケる、ちょっと待って、マジでやばい。ちょ、マジで聞いて。みんな聞いてよ、早く。どんどん緩くなっていく。あのさ、今日な、聞いてよ、ちょっと。
今日さ、光がさ、うん、あのさ、来たんじゃん。うん、あの、まあ、スタジオ入る前ね。うん、で、お疲れ様ね、疲れ。はっ！って急に叫ぶんだけど、何みたいな、うん。ママの携帯持ってきちゃったあ、携帯変えたんじゃなかったの？そう、ママの携帯がつながってんの、今。ママの携帯だから、うん、あの、パスワードわかんないから、ロックできないっていう。で、ずっとピボピボになってる。うん、あ、あの、某 SNS の、あの、チャットのね、あの、電話がかかってくる。そうそうそう。だが、ママのだから、パスワードが解けない。どうしようっていう状況、うん。ラジオ的にこれはまずい事態。うん、ごめんなさい。やば。はい、終わった。あ、よかった。よかった。え、でもこれ、はぁ、なんかさ、おかしくて、ママの携帯を持ってきただよ。それはおかしい。もう、言われてしまうかと思って。でも、入れ物が光の携帯だったけど、なんでむしろ入れてるの光のケース。え、ママとお揃いなのって聞いたら、いや、ママに取られたみたいな感じ。取られた。そう、だけど光のね、ママエピソードやばいよね。だって、ツイッターでママがアヒルがなんたらかんだった。そう、ママが寝とるときにアヒルさんグワグワって言ったに。寝言？寝言で受けた。アヒルさんグワグワって。なんでそれを聞いてたのむしろ。ちょ、ツイッターに。隣におったんよ。ね、勉強しとって。うん、でそれで、ね、ママは寝とって、でいきなりアヒルさんグワグワって言うけど何事かと思って見たら寝とるの。寝とるの多分あれだよ。マジ笑った、あれは。光とママのエピソード結構出てくると思うよ、いろいろ。ね、これ気になった方、ブーパンとかね、光に話してもらえたらいいと思うんですけど。聞いたらやばいことになるよ。でも、光ママも多分ブーパン手伝ってくれてるから、お母さん恥ずかしい。ちょっと恥ずかしい。だいぶ。卒業ライブ来れんくなる。でもほんと、ね、光ママもね、いろいろお手伝いとかもしてくださって、ね、ほんと最近いろいろ話す機会も増えたもんね、レッスン後とかにね、迎えに来た時に一緒に話したりとか。そんな話す？でも話す、めちゃくちゃ話すっていうきっかけになったのって、光の生誕の時がきっかけだったから。それまで全然光のママとかもライブとか見に来てなかったじゃん。うん、来てなかった。でも、生誕の時に来てください、ぜひって言った時に来てくれて、まあ、お手紙も書いてくださって、うん、まあ、それ、が終わってぐらいからかな、メンバーもみんな話すようになってね。まあそうだね。そう。いろいろ、まあ、そこでやっとちゃんと打ち解けた的な感じ。うんうんうん。だから私の生誕祭きっかけ？そう、きっかけだと思うよ。日常茶飯事とか言うやつ。そうね。まあそうそう。なんだっけ、成人、精進。ちょっと感動しちゃったね、日常茶飯事。これからも、成人して、しよう、精進。なんか最初の日常茶飯事は、なんか、くすくす程度だったのに、なんだっけ成人精進精進してくださいって言った瞬間、精進だよってめっちゃツッコミが来た瞬間は。やべえ、これやっちゃった。あれめっちゃみんなな、なんか泣き声、なんかすすりっくなんて言うんだろう。そうそう。初めはまあ一回ぐらいこけても、まあ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 。ね、なんか。ご愛嬌みたいな感じだったけど、二回目は。マジか。おい、みたいな感じの。まあそれもね、いろいろな思い出としてね。よかった、ね。残していけたらいいなと思います。学習できた。はい。まあ、こんな感じでいろいろ喋ってるんですけど、今回も、私たちの曲流したいと思うんですけど、はい、ちょっとね、ちょっとね、耳よく澄まして聞いてみて、うん、もうこれ以上何も言わない。じゃあみんなで曲紹介しましょう。聞いてください。マイスピリット。ずっと変わらない君が好き、誰よりも君が好き、明日のことよりずっと追いかけてく。皆さんどうですか？なんか増えてたでしょう。なんか増えてたでしょう。5、6人増えてたでしょう。5、6人それは言い過ぎか。はいはい。なんと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 、は
い、歌った人手挙げてください。はい、手挙げてます。はい、なんとなんとなんと最近収録をしておりまして、マイスピリットは3人バージョンができましたということで、しかも聞いてください、明日は何の日ですか。定期公演ですね。そうですね、そうだね、本当だ本当だ、定期公演です。はい、何を言いたいか皆さん分かりますか。分かんない、ね、あ、みんな分かった、みんな分かってるから聞いてる、みんなはなんとですね、なんと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 CD がおが、まあ、発売されるかもしれない、かもしれないですよ、まだまだ分かんない、家庭かよ、だってマネピカも頑張ってんだもん今。そう、あ、死ぬ者狂いで、死ぬ者狂いわーってパソコンに向かいます。そうだよね、向かってるのは私らではない、うん、そうですね、できないから、うん、できない。あの、何を歌ったかはまあ当日、まあまあまあ、CD がまで あれなんですけど、あの、はい、本当に数回しかやってない超ロックな曲が1曲あったと思うんですけど、そちらの方もなんと4人バージョンということで、はい、そうよね、はい、あと1人誰が増えたんだろうね、発表した時のメンバーで、分かんない分かんない、ママちょっと分かんないか、だってマネピかもしれないじゃん、あ、そっか、ママかもしれない、ママかもしれない、知らない間に知らない、姫かもしれないよ、姫姫、あー、そうそう、なるほど、ミオのお母さん通常姫と呼んでおりますね、はい、私は、はい、そうですね、はい、もしかしたらレンママで千春さんかそっちかもしれない、ね、そう、ダピカルってけど、あ、分かった、ミオママ、私んちのお母さん、ヒカリんちのママ、マネピだ、4人、あ、それかマネコも忘れてあげたらか、そっちワン、それだ、あの、あれじゃない、アップグレードのヘイヘイだとか、ワンワンにしよう、よかったよ、ね、逆にだってね、曲何か分かんないもんね、まだ、まだ曲いってないからね、まあ、ロックって言っても、まあまあ、いろいろありますし、いろいろあるからね、売る、あー、これ、売る、まあ、売るまでにつきましょうか、分かる、分かる、ね、うん、あの、うん、そう、まあ、全国的に知られてる、ね、うん、うん。まあね、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 まあなんか音質もこれ綺麗になった感じするね、あのまとまった感じの声になったね、そうね、あの BGM にはぴったりな感じはい、まあ、この話はここまでにしておきましょうか、うん、そうしよう、ちょうど曲も終わりました、終わりましたね、はい、気になる方は明日ぜひ来てください、まだ間に合いますのでお待ちしております。はい、じゃあ次のコーナーに入りたいと思います。なんと次はですね、一番思い出に残っていること、ちょっと、ねえ、パッと思いつく人は少ないんじゃないかなと思いますけど、うん、この一番でしょ、一番ですね、うん、一番を決めてください。決めれないってことがあったら印象に残っていることで、そうやな、はい、何がありますかね、うん、そうだな、私最近あの新しい環境で新しい友達と、まあ、今日収録日ももう新しい環境で新しい友達を作る機会をいただいてきたんですけど、うん、実際あの高知とか愛媛とか広島とか岡山の子とか山口の子と仲良くなってきたんですけど、うん、どんな子かって私が自分で紹介するときに、うん、キャリーバッグを立中に忘れるドジっ子ですって言っといただからこれでいいと思う。あれは、うん、衝撃だった、やばい、だってえ、それでそのみんなの反応はどうやったん。マジか、なんかさマジか、あれだよ、例えばさ、え、受けてはくれなかったん、受けた、いや受けたってか、受けたってかもうこいつマジかみたいな、そんなことあるみたいな、だって普通に考えてありえんでしょ、一体駐車場にキャリーバッグ置いてあるんだよ、まあそれは受けるな、そう、なんかちょっと深刻な声でマジか、すぐ気づいてくれればいいのに会場まで何分あった、20分ぐらいの距離でしょ、まあ、まあまあそうね、でただでさえギリギリなのに時間忘れたとか言って、そう20分ぐらいだけ、あ、じゃあ着替えられるねみたいなこと言っとったんだが、うん、少し打ち合わせとかもって言っとったのに、でもなんか時間怖いけん車で着替えられるとこまで着替えようって言ったら、キャリーバッグがないって言い出して、衣装が入ってたんだよね、キャリーバッグだよ、ドア閉める横にあるんだよ普通に、なんでだろうね、目につかなかったんかな、どうしたの、わかんない、あれが一番本当焦ったねあれが一番焦った、変態間に合った、あの盗まれるっていうより時間がやばいってことしか考えてなくて、しかも大阪って一方通行多いじゃん、そう、あの結構回ったね、あの途中で身を下ろして走って取ってきて、でまた拾うみたいな、うん、そうそう、それを取った、着いた時もほんとギリギリでも若干伸ばしてもらってる状態とかで、よくあるよね、そうそう、なんかさ、いつだったんだろう、京都で3回転して二条城とか行った時に あったな、ね、ありがたいことに、あの最初はなんか時間的に無理だからこの2つのライブがあってどっちかだけって話だったんだけど、うん、もう一個の方もあのぜひ出てきて出てくださいっていうのでちょっと時間遅めに出演して、うんうんうん、の時間をね遅めにしてもらってやってたんだけど、もうほんとギリギリだったよね、ギリギリだったあれは、ねえ、あれはタイトすぎた、そう、うん、入ってはいスタートみたいな感じ、そうそう、すごかったよ、ほんと大阪多いよね、大阪多いね、ねえ、まあそんな中今はもうだいぶゆったりしてる方だね、そうだね、だって朝結構
ゆっくり起きてってこともできるもん。でも一番早かったのは何時起きだ ?5 時起きぐらいで、6時半入りで7時半スタート。でも、ですね、それでも100人から200人のお客さんはいてくださって、ね、これも結構私印象に残ってるわ、あのライブ。あのライブな。すごかった。あの、石山ユーストンさんでやらせてもらったんですけど、ステージ自体がすごい高いわけね。結構。行ってみたい光も一回ぐらい。身長並みにあるんだけど、もう朝からもう7時半だよ。7時半のテンションって言ったら、おはようございますとかじゃ。そうなんだね、絶対。おはようございますみたいなテンションで、うん、行くぞみたいな感じでステージ降りて身長ぐらいあるのに、もうみんなでアップアップして。懐かしい。上がる、いや、あれ、上がったんだっけちゃんと。あれ、下に下がったかな。どうなんだろうね。でもなんかとりあえずすごいテンションだったこと。全然覚えてないでしょ、7時半なんて。もう衝撃的。だって、7時半の記憶とかあるわけ。なんかもう。でも6時半に入った時に、お客さん待ってたからね、普通に座って。みんなすごいとか思いながら。えって思いながらもう。でもなんか、そうやって朝早いライブとか、すごい時間ギリギリなライブもいろいろあったけど、どれもほんと楽しい思い出だし、なんか逆に滑り込みセーフみたいな感じから盛り上がったりっていうこともほんとあって、ね、ほんと皆さんにも助けられたことも多かったんですけど、どうピカリン的には。なんかね、一番思い出っていうよりもね、なんか、一つ一つにさ、あるじゃん、思い出って。まああるね。なんかそれが、なんか一番って絞れなくない？じゃあ、例えばものすごく印象に残っている。もうこれはやばかったとか。オーディションこれはやばかった。そうそうそうとか、オーディションでもめっちゃ緊張したとか、ジャーニーのここがやばくてとか。あ、オーディションは、とりあえず何も知らなかったからさ、どういう人がいるんだろうとかさ、あのどういうステージなんだろうとかさ、知らなかったわけじゃん。とりあえず出て自己紹介してなんかやってっていう。まあ、投げやりではないけど、初めてだから。本当マジで、どうしよう、どうしよう、みたいな。わかる。でも、あれだよね、入った瞬間に、すごい、みたいな、ホール、こんなでかいのって思った。私も、場所は同じだから。そうだね。なんて言うんだろう、すごいね、なんて言うんだろう、今までいろんなところでやってきたライブ、やっぱり、記憶とかも途切れてる部分とか、人に言われて、あーって思い出すとこもあるんだけど、最初のライブだけは全然忘れてない。絶対忘れない。それはあるね。私も最初多分覚えてるわ。ねえ、私コスプレしてステージ出たんですよ、最初。ランカリー来て。懐かしいランカちゃんとか。すごいなんか、何年前 ?3 年前でしょ、うちからしたら約3年半、約4年前なんだけど。まあね。すごいね、楽屋のどこにいたとか、ステージの、てか物販もどこでやった、どの場所でやったとか正確に覚えてるよ、私。私、あやちゃんの隣に座ったオーディションの日。ほんと？全部結構覚えてる、ね。私も覚えてる。ミオはカノバさんだったんだけど。そう、松田だったけど、あるね。もう楽屋にいた覚えとかないけど、とりあえずもう、もうほんとデビュー一週間前でもう詰め込んで全部準備したから。その朝、そのミヨンチの、もう知り合いの家に泊まったんだけど、朝何時早起きして、でなんか練習して、MC を全部打ち合わせて、そうそうそう、もう最初からもう一回踊ったりとかもして、で、その後帰ってハヤシライス作ったんだよね。あ、そんなこともなんでハヤシライスなの？なんでお昼ご飯食べようってなって、ハヤシライス作ったの。もう懐かしいね。うわ。ね、こんな、あれやっぱり覚えてるんだ、最初の頃は。じゃないかな、やっぱ最初は、ね。絶対忘れないよね、あの緊張感とか、もうすごい、どうなるんだろう。だってもう、今は、なんか、パって、じゃあこれ告知してねと言われたらわかるけど、もう当時なんか、これ告知してね、ちょっと待ってくださいって言って、もう紙に書いて。何まとめればいいんだろう。ずっとなんか、ね、なんかどう言えばいいんだろうって感じ。生徒会長がなんか言うみたいな感じぐらいのレベルで。台本みたいな。ずっとずっと覚えて、もう、あれは半端ない。お母さんにもずっと聞いてもらって、今日何々が、トライアスロンとかの宣伝してて、トライアスロンがあります。お手伝いぜひ来てください。みたいなこと言っとった。そう、しかもリトって一曲だけだったんだけど、聞いてください。ハッピーシンセサイザーとかも全部すごい頭に残ってるよ。もうやばいよね。コスピットっていうかコスプレ地域振興研究会って多分言っとったと思うんだが、そう、あれを噛むか噛まないかのところで、もうすごいなんかいつもそこばっかり練習しとったんで、そうそうそう、ステージの時とかも物販とかないから握手とかしてサインとかも、もうできた時もサインとかもすごいね、ノートにめっちゃ練習してあったし、あったな、ホワイトボードめっちゃやばかった、さあもうひたすら練習みたいな、ひたすら練ってことも、そうそうそう、もうなんて言うんだろう、その時のドキドキが忘れられないっていうか、ねえ。でもあれ、あの時があるからこそ今、あ、こういうね、あるわけで、やっぱ大切な思い出だなって。ね、まあ、始まりと終わりは覚えてるもんですよね。ね、あと、名古屋も印象的だね、私、一番。どれどれどれ。あのさ、ジャニーの時にさ、あの、若宮公園あったじゃん。お腹痛くなったやつ。そう。お化け屋敷が裏にあったやつね。そう。うん、あそこで、
もう記憶がないに。それ倒れたからね。倒れてないけど。倒れたっていうかもう、そうね。なんかトイレ、うん、苦しんどった、とりあえず。なんか、ね、動いたらお腹痛くなるし。まああれだよ。なんか何してもお腹が痛くて、どうしようみたいな。ジャーニーも最終日でもあったし、約1週間やっとったけん、それにとっても、光にとっても初のそういう遠征系だったじゃん。そうだね、ああいう疲れとかも溜まったんじゃないかな。うん、そうだな。ね、私たちからしたら、やっぱ何年もやってるから、全然平気な面もあるけど、うん、あでも最初の方も私たちあったなって懐かしく感じるよね。そうね、最初なんか車酔い半端なかったもんね。そう気持ち悪い。で、荷物どこ置くとかさ。もうほんとしんどかったのが今になったら、もうね全然車酔いとかもないし、もう車で寝れないと思ってるみたいな、そうそうそう、もう余裕だ、余裕、どこでも生きていける気がする、ね、それぐらいね、あの身も心も強くなったということで、まあ、成長したんだね結局ね、はい、まあいろいろねこの活動してることによって思い出も作れたし、ね、こうやって自分が変わることもできたので、ね、よかったんじゃないかなって思います。まあ結局どんどんラストは近づいてきてしまって、明日はなんと、はい、あの8月25日、はい、ラストコスピットラストの定期公演となります、はい、会場はあの、7時でスタートが7時半になっております。ちょっと早いんだね。そうなんです、ね、ちょっと早い。ライフズさんでさせていただきます。そしてあのそれまでもほとんどライブ、まあ、まだ未定なところもあるんですけど、決まっているのがシルバーウィークに入ります。19、20日は大阪、21日は岡山、23日が米子でのライブとなっております、はい、米子でのライブラストなんですけど、本当に時間もたっぷりとっていただいてて、うんうんうん、今までやった曲だけでもね、だけじゃなくて、また3人で初めてやる曲とかもいろいろ出てくるんじゃないですかね。そうだね、本当に何年かぶりに聴く曲とかも、ソロコーナーとかももしかしたらみんなのお話とかも何年かぶり、はい、あると思うんで、そうだね、うんうん、そうね、みんなぜひ楽しみにしててください、まあ、とりあえず明日来てください。ぜひそう、ね、お願いします。頑張ります。そしてその他の詳しいことはツイッターブログホームページをチェックしてください、はい、あとツイッターできる期間もほんと約長くても2ヶ月ぐらい。そうだね、余韻を残しても9月中とかになりますので、うん、そうね、10月まで行けたらみたいなぐらいになっちゃうと思うので、うん、まあ、ツイッターってね、あのフォローしてればずっとなんかアカウント自体は残るんで、まあ、よかったらフォローを外さず、うんうん、あの思い出としてあなた あのフォロワーの一人として置いててほしいなと思います、はい、ぜひぜひ、はい、まあでも本当残り数回のライブなんですけど、その数回をみんなと大切にして、もっともっとより良い思い出をね、うん、作っていきたいと思います。本当最初から見てくださってる方とかをね、最後見ていただいてどう変わったのかも、うん、ぜひチェックしてほしいなと思います。あ、最初から比べたらこんなうまく締めれるようになって、全くあるある、いろいろね、うん、楽しい思い出話もできたらいいなと思います、はい、以上中海広報室からお届けしました。バイバーイ。